はい、どうもこんにちは。今回は鬼ごっこマップを作ったので、友達と遊んでいきたいと思います。ドアを開けるから逃げてね。数秒したら追いかけるから。わかりました。ここでルール説明をします。まずは逃げる側の説明です。逃げる側は、シュルカーボックスのアイテムを使って鬼を攻撃したり逃げたりします。鬼に倒されないように逃げます。鬼は、逃げるプレイヤーを追いかけて倒していきます。鬼は、シュルカーボックスのアイテムは使ってはいけません。逃げるプレイヤーが落としたアイテムなら使うことができます。エリトラを入手しました。これでかなり距離を伸ばせます。鬼が来てるので、逃げます。あと、鬼はダイヤの剣を持ってます。エリトラで飛びます。鬼の攻撃が届く場所になるべく、逃げるようにしようと思います。あれどこ行った?どこに逃げた?見つけたらすぐに倒す。鬼よ。いて。あ。あ、まいっか。いて。盾を入手しました。見つけた、捕まえた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。